こんにちは。今日のニュースです。今まで強烈な反日政策で 50% を超える支持率を保っていた文政権ですが、支持率が下降し不支持率が上昇しているようです。チョグク氏の任命に対する不支持率も高いですし、先日記事で紹介させていただいた月刊花田10月号のムンジェイン朝鮮労働党疑惑も渓谷で大ブームになってるそうです。著者の篠原丈一郎さんの記事を概要欄にリンク入れておきますので、気になる方はご覧ください。では今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。文大統領支持率 40% で就任後最低、不支持率も 53% で最高。世論調査会社の韓国ギャラップが20日に発表したムンジェイン大統領の支持率は 40% で、2週間前の前回調査に比べ3ポイント下がった。同社の調査では2017年5月の就任後最低を記録した。一方、不支持率は4ポイント上昇の 53% で就任後最も高い。調査は17から19日に全国の有権者1000人を対象に実施された。前回調査では不支持率が支持率を6ポイント上回っていたが、今回はその開きが13ポイントに拡大した。支持する理由は外交をよくやっている 18%、 改革、赤弊、長年積み重なった弊害清算、改革への意欲 9%、 全般的によくやっている、福祉の拡大、北朝鮮との関係改善各 7% などが挙げられた。一方、不支持の理由は人事問題 29% がトップだった。韓国ギャラップは多くの疑惑が取り沙汰されるチョグク氏の法務部長官任命が影響したとの見方を示した。ついで経済・国民生活問題の解決が不十分 20%、 独断的・一方的・偏った傾向 10% などが上がった。政党支持率は与党・共に民主党が 38% で、2週間前から2ポイント下がった。最大野党・自由韓国党は1ポイント上がり 24%、 正しい未来党と正義党は 7% で並んだ。一方、チョ氏が法務部長官を務めることに対しては適切でないが 54%、 適切だが 36% だった。適切だが過半を占めたのは30代 52% の回答者だけだった。任命に先立つ国会人事聴聞会前の調査、8月27から29日実施と比べると、全体として適切だが9ポイント上がり、適切ではないは3ポイント下がった。記事は以上です。世論調査といっても支持者限定で電話をかけてますので、数字は操作されてると思って間違いないですが、情報操作が今まで 5% 程度の歪曲はザラだったが、 10% 以上は変えているんじゃないかという見方もありますが、今回はそれでも支持率が下がってるということですね。支持率低迷が進めば文政権崩壊も可能性が出てくると思われます。今後どうなっていくのでしょうか？ご視聴ありがとうございました。またねー。